先生、今日は先週伺いました棒の話の続きをお願いしたいんですけど。そうですね、この間はね、この棒の中に目指しとか、それから目つぶしの入っているお話をしましたね。それからそのこの中にですね、その鍵とか、それから鎖ふんどんの入っているですね、鎖状のお話もしましたね。そうですね、もともとね、棒も杖もね、同じなんですけどもね、その棒はね、その杖よりも長いということだけなんですよね。それでね、棒はね、こういうふうに持つでしょ。そうするとね、なんだかちょっとこう怖いでしょ、ね。ああ、そうですね。でもね、こういうふうにつくとね、杖になるわけですね。そして杖に、使いますとね、その怖い感じを与えないんですよね。そうですね。ですから忍者はね、その主にね、こういう杖を使ってですね、それに合ったですね、その変装したわけです。山伏とか商人とか、そういうものに化けて、それでまたこういう杖もですね、そういう変わった杖に仕込んでですね、それで、目的を達したというわけですね。先生、そういう変わった杖っていうのはやっぱり使い方が難しかったんでしょうね。そうなんですよ。杖の中にですね、仕込んである鎖ふんどうやですね、鍵をですね、その敵に向かってですね、まっすぐ飛ばせるようになるにはね、やはり数年もかかったんですよ。下手をするとね、その自分の体にね、巻きついたりね、打ちつけたりしちゃいますからね。仕込み杖はですね、相手を打ってですね、かわされてもですね、鎖がこうスッと伸びてですね、相手を打つというその利点があったわけですね。何でもないような杖一本でも随分怖いんですね。変装してですね、杖しか持っていませんからね、相手も油断したわけですね。で、ついでにね、何も仕掛けのないね、棒のですね、面白いですね、その型をね、お目にかけましょうね。面白いって変わった型なんですか？簡単で。棒で足を打ったんですね。ええ。でも、こういう使い方はどんな時に効果があったんですか？よくね、時代劇でね、殿様を守っているね、万平がね、こういうふうにね、その棒を立てているでしょ、はいはい、その時、急にですね、敵が現れてきてですね、それをね、その構える暇がなくてですね、このまま打ちつけたわけですね。それでもって敵の足を打ったり、それから急所をね、打ちつけたわけです。構えていないので、きっと相手は油断しちゃうんですね。相手のね、出鼻をくじくにはね、とってもいい方法だったわけですね。